新年明けましておめでとうございます。ルルカです。今回はね、1月1日、新年始まって初っぱなからかなりお得なキャンペーン開始されましたので、それに関してね、お話ししていこうと思います。1月1日、新年始まってね、スタートダッシュしたキャンペーンはね、こちらです。新種 AU の初売りということで、 期間中、対象店舗にて aupay でお支払いすると、誰でも a u ウォレットポイント最大20%還元っていうキャンペーンが本日1月1日から13日まで開催されています。2020年、初っ端のね、スタートダッシュを切ったのはまさかの aupay になっています。aupay に関してはね、残念ながら元々が au キャリアを持っていないとね、使えなかったっていうことで、まあキャッシュレスね、paypay ペペだったりとか、まあその他のいろいろなキャッシュレスが出てきた中でも、ちょっとね、埋もれてる感が強かった。 キャッシュレスサービスではあったんですけれど、途中からね、au のキャリアを持っていなくても利用することができるようになったっていう点で、これから追い上げをかけたい。 ま、キャッシュレスサービスだと思うんですけれど、20%還元のキャンペーンを、ま、1月1日から開催したという形になります。付与条件に関しても、1万ポイントまでということで、5万円分の買い物までね、還元されるということで、まあ、ここ最近ね、キャッシュレスのキャンペーン、結構微妙なものが多くて、付与条件が1000円だったりとかね、うーん、なんだろうな、みたいなものが多かった中、1万円までね、付与されるとなると、まあ、結構大きな買い物ができてお得じゃないかなと思います。期間中、対象店舗にてって書いてあるので、まあ、対象店舗のみにはなってしまいます。 そのね、対象店舗が今回に関してはね、家電量販店になります。 書いてあるんですけど、エディオンだったりとか、ケーズ電機だったり、上信の島、ヤマダ電機だったりとか、いろいろな大手の家電量販店で利用することができます。このね、家電量販店、家電が売ってるのは当たり前なんですけど、ゲーム機だったり、ゲームソフトだったり、それこそね、ヤマダ電機とかであれば、副料品だったりとか、その他のね、日常品とかも売っていますので、まあ、ぶっちゃけねこの20%還元っていうのは、いろいろなものを購入するのに利用できるんじゃないかなと思います。先ほど言った通り、aupay に関してはね、途中から auid を持っていればね、利用することができるようになったんですけれど、 一応ね、既存ユーザーさん向けに au スマートパスのプレミアム会員ってものが用意されています。こちらに関しては、通常 aupay を使うときに、ポイントの付与のね、優遇を受けることができます。ただし、今回のキャンペーンに関しては、なんとね、プレミアム会員だろうが、通常の会員だろうが20、20%還元の対象になっています。なんでね、まあ、プレミアム会員で元々入っていた方からすると、まあ、ちょっとね、面白くないキャンペーンになっちゃうんじゃないかなと思います。まあ、ただ au としては、やっぱね、この機会に、他のね、なんとかペイから離された分っていうのにね、追いつきたいっていうことで、 まあ全員対象っていうことでね、キャンペーンの開始したんじゃないかなと思います。付与日に関してはね、3月の末っていうことで、1万ポイントまでにはなるんですけど、3月末までにはね、付与されるっていうことになっているので、その辺に関して忘れないようにしておくといいと思います。1回あたりのね、お支払い上限なんですけれど、まあ、49,999円。 まで使えるっていうことで元々のねポイント還元っていうのが1万円までになっていますのでまあ20%還元まあ49,999円まで利用できるっていうことで一回でねほぼ満額の付与を受けることも可能になっているようです1回いくらまでとか上限が少ないキャンペーンがね多い中で嬉しいキャンペーンになってくるんじゃないかなと思いますはいまあそんな感じでね今回1月1日から au に関してはこういう20%還元のお得なキャンペーンというのを開始しています先ほど言った通りねその他のキャッシュレスっていうのが2019年伸びている中 au ペイってね、あまり話題に上がっていなかったキャッシュレスサービスだと思います。なんですけれど、やっぱね、ここに来て、AU に関してもね、AU ペイを売り出したいっていうことで、2020年ね、スタートダッシュを切るようなキャンペーン開始しましたので、まあ、かなりね、お得なキャンペーンにはなっていると思いますので、この機会にね、まだ AU ペイ使ったことない方は、AU ペイを使ってね、まあ、正月そもそもが家電量販店でね、セールとかやっていると思いますので、セールでの割引、プラス20%還元でね、うまうまなね、買い物を味わってみてはいかがでしょうか。2020年もね、2019年、 同様に毎日更新で動画の上げていこうと思いますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。2020年も末永くルルカチャンネルをお願いいたします。最後まで動画のを見ていただきありがとうございました。